平八チャンネルの変態です。やっぱりそこ行くな、そこ行くな、そこ行くな、そこ行かんといて。どうまったくこう違うよ、それお前ベラやな。暗い。串本のカシノに来てます。今日は、カシノの裏磯って言われるところで、まあ、湾内磯とも言うかな。で、タワレっていうところに乗ってます。さあ本日は釣りに行きましょうか。タワレ第一頭。さあ第一頭が始まりました。今日も頑張ってやりましょうか。ああ浮き見えんな全然。さあどういった感じで釣れるのか。あかんな、これだいぶ内へ入ってきやるな。内へ入ってます。こっち行きやるな。このもう背の上またがりやるから。あ、そうです。うん、こっちのこの際の周りへ投げたらあかんな。うん、あるはいいですね。こっちの方がちょっと左前へついてくるみたいな。ついてきやるな間違いなく。これ今こっち投げたらもうこっち入っていけばっかりや。浮きが見えんぞ。今日も朝から浮き見えん。投げるのは竿 2,3 本前かな。あ、投げた。なんか怪しいな。じゃんじゃん持ってってくれるあたりがないよね。とりあえずもはや当て地をパンパンって感じやな。抜けたな。くそなんじゃ今のは。抜けたね。バランスが重要やね、投げ込みの。こうやって後からずらしていくような感じだね。でこっちに流れていってるから道糸を右側にやって、なるべく糸が頼まないように寄せながら打っていくっていうような感じの方が、ひょっとしたら当たりが出るかもね。今ちょっと多分ね当たり出たんだよね。なんか餌取りやなこれ。うわこれ何これ、これイガミじゃん。何これ、イガミ、イガミ、イガミ食ってきたぞ。あーマジか。厳しいけど絶対に諦めずに釣らないと。諦めたら終わりや。一旦にどっかで突破口が出てくるはずだ。誰、はい、お前と釣れてしも知らないじゃん。全然釣れん。マジで。どこに乗ったの今、二割れ二人乗せられたんだけどよ。え、マジ？うん。寒いし、風はあるし、ふふふ、怖いし。もう、あれよ、20センチぐらいのグレート、イガミぐらいしか寄ってない。ああ、そうそう、僕もイガミ釣った。何これっつって、なんかひょろひょろって上がってきたイガミだって。そういうも小さいんやで。いやいや、こちらこそありがとうございます。はいはい。あー、それあかんパターンのやつや。
チャーグーいいです、うまかったで。魚の匂い強い人だよ。いや、40はないな。あー、でも元気やったな。あ、でも40あるわ。40の顔っぽいわ。いや、わからんけど。あー、やっと出てきてくれた。あー、いいぐらいやで、これ。ほら40あるんじゃん。40半ばあるんじゃないですか。え、もっとあるんじゃないですか。いや、ない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 。いや、だいぶでかいですよ。45ぐらいまであるんじゃないですか。ああ、225かけといてよかったよ。すんごい勢いで潜ってったからな。ここの下りとあそこの下りとここへ入ってくからよ。まともにやり合いやったらえらいまいなわ。下りだらけやもんな、ここ。思ってたんですけど、いや、あかんやろって思ったよ、俺も。ああ、でもまさか、でも今日も40強いと思うなんだ。今年入って3回釣り行って3連続40アップ。堤防でしか釣れんさか、磯童貞やとか言ってやったのにな。来たぞ。今度は逃がさんの。今度は逃がさんは、こんな足のエコもじゃあいかな。マジか。すごい展開。やっぱりそこ行くな、そこ行くな、そこ行くな、そこ行かんといて、そこ行かんといて。わー、すごい。もっこいったんだ、お前。やめてくれ。こっち来てくれ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、行きまーす。43センチでした。ありがとうございます。はい、43センチ。一匹です。ありがとうございます。ありがとうございます。